幸いの架け橋をね、はい、渡ってきて、幸いの架け橋ね、なんかあの島っぽいですね、ここはなんか、ね、なんか渡った先の島みたいで、また階段ですね。あ、この急な階段、急な階段シリーズ、登り切りましたよ。お、登り切りました。登り切ってこちら。うわ、来た。うわ、何これ。丸。ま、丸や。あ、ここもほら山見えるよ。本当。もう綺麗な感じで。これなんていうところですか。大王様の見張り台。あ、このわさび農園を守り続けてきた的な。ああ、守りきて早何十年みたいなね。多分ここに。座ってたんじゃないでしょうか。この上に座りながらね、なんか石置いてありますよ。これはなんだろうね、ちゃんとこれ押して動いたらやばい。ビクトン押しない。あの炭治郎が切ったと言われるね。切ってねえし。うわ、結構でかいね。意外とちゃんと綺麗な丸ね、まん丸の石つぶてみたいな。石つぶて。降りよ。降りよ。降りましょう。ちょっと急なんでね、皆さん気をつけていただいて。だいぶ急だね。急だね。急だね。足元に気をつけてください。頭上もね、花に気をつけて。あそこには、え、わ、チルドレン。ミスター、さっきの白い女子の子供じゃない。あ、なるほどね。ちゃんと背負ってますよ、ほら、白いチルドレンたち背負ってますよ、チルドレン。いいね、美白だね。美白だ、みんな美白で素晴らしいね。兄弟かな、兄弟のね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。大王様の見張り台、幸いの架け橋から戻ってきまして、戻ってきましたね。こちらはですね、オープンデッキですね。オープンデッキ結構広いね、これ。広い、めっちゃ。このなんかおしゃな形をしているオープンデッキですね。おしゃなね。ここでね、なんていうんですか、リニューアルされたカフェとか、あ、どっかにあると思うんですけど。なるほどね、リニューアルしたカフェね。ここでコーヒーを買って、コーヒーを買いながら、わさびを見ながら、こうね、こう、あー、いいね、飲むわけですね。もう最高だね。こちらですね、この大王の湧き水を使ったですね、あ、湧き水を使って抽出したコールドブリューコーヒーですね。へえ、湧き水なんですね。湧き水を使ってるらしいんでね、飲んでみます。あれ、冷てぇ。うん、美味しい美味しい美味しいよ。コーヒー、コールドブリューコーヒー、いいね、コーヒーは。いや、いいですね、この景色を見ながら、こういうなんかいいデッキに座って、こういう感じでね、景色と一緒にね、最高ですね。これにオープンした大王ズカフェですね。あ、大王ズカフェですね。なるほど、ね、カフェができたんですね。あと入り口のとこにもう一個なんかコロッケとかあったね。あとレストランがね、そうね、2個ありますね。はい、じゃあね、私はね、信州産の蜂蜜を使ったレスカですね。あ、レスカね。レスカ、懐かしい言い方。見てください、このおしゃれな葉っぱ添えちゃって。あ、何それ、おしゃれだね。それの葉っぱの名前は知らない。パイナップルのヘタみたいなやつね。松。じゃあ飲んでみましょう。どう、スカッシュしてる。おお、スカッシュしてる。スカッシュしてるわ。うまそうだね、それ。もうね、こういう暑い日に最高ですね、これ。ちょうどいいね。うん、これね、大王子カフェはこれぜひ寄った方がいいですね。いろんなのあるからね。ちょうどね、このオープンデッキで飲めるっていうのがね、またいいね。ちょうどオープンデッキだからね、コロナの時期には。そうそう、距離がね、距離も空いてるし、外だし、ソーシャルディスタンス完璧ですよ。完璧だね。この景色いいじゃないですか、休日に。
高いね、ここ見渡せら最高ですよ。そこに安曇野の地図がありますよ。指映っちゃった。はい、オープンデッキからねすぐのところにこちらですね、その名も大王神社が、はい、大王神社行ってみましょう。あ、なんか狛犬が、狛犬がなんかちょっと口閉じてるやつ、開いてるやつ。俺が知ってる狛犬じゃない俺が知ってる狛犬あ、すごいですね、ちゃんと天皇陛下のね、あ、皇太子、ね、休憩所、ここで休憩したってこと。あ、さらに狛犬が、あ、あれ俺の知ってる狛犬じゃない何俺の知ってる狛犬、なんか有名な形あるじゃん、狛犬の、あの横向いたりしてるやつ、ね、そうそう、なんか違う、なんか丸っこいね、この、ね、なんか可愛いよ、ゴツゴツしてない、なんかプリプリッとしてる、なんかあれあれなんか可愛い狛犬で、で、わらじですね、でかいわらじ、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 せっかく来たからね、ちょっとお参りしますか。せっかく来たんでね、はい、ということでね、私は今あの奥にいらっしゃる神様に向かってお願いしましたよ。あ、今はちょっと行けないんですね、これ。そうですね、あの奥にいる神様に向かってねお願いしました。このわらじはですね、はい、なんかでっかいね、八面大王、まあこの大王神社の祀られてる大王ですね、はい、それがね、大王が巨体だったらしいんですよ。あ、巨体の、あ、さっきの石を見て、石のところの大王がでかかった、うん、だからこんな、その象徴としてね、この大きいわらじがね、でかいね、奉納されているらしいですね、これめっちゃでかい、これ俺の身長よりはるかにでかいもんね、でかい、ね、これをね、感謝の意を込め奉納するようになったと説もあります。旅や畑作業の無事を祈願しており、あ、なるほどね、足、膝の痛みを和らげると言われています。これはもうね、膝が弱い私にはもう、ね、お願いします、お願いします、最低薄いするもんじゃない、お願いしますということでね、じゃあお祈りしたんでね、膝も良くなるんでしょう、ね、そう、足腰の弱いね方々ぜひ来てくださいね、来てくださいよ、これ、しかもこのでかいわらじをね、ぜひね見てもらって、可愛い狛犬もいるんで ねマルチーやつ、そうそう、神様ちょっと遠いからね、結構 ね結構真剣に祈らないとね届かないんでね、ちょっとね、本当は行けたんかな、なんかね当選簿してあるよね、うん、だからご利益が強すぎて、ほらそういうこと、そういうことなんですよ。じゃあ行ってますか、次なる場所へ。まあ、次なる場所へって言ってもですね、僕ら大体もう一周してきたんですよね、一周しました、うん、だもうね最後また入り口の方にね戻りたいと思います。いやー、いいなー、なんか意外とそんなそこまでめっちゃ広くないから、なんかね子供連れとかでもね、うん、軽くお散歩ぐらいな感じで歩けますね、うん、なかなかいい感じだな、このわさびの上に。バイバイ、こまいね。